おパシのゲーム実況、in、ゴースト。はい、どうも。今回は、サチャのデストロイの方ね、なんとモダンスリーの方をやっていきたいと思います。開幕、ここにいたら、どうしよう。うまいっすね。最近こう、結構いるんですけどね。あまりにも、なんか、あれ、ここ出てこないのと思ってても、鼻くそでもほじりながらやってるんですけど。余裕ぶっこきながらね。ブラインドアイ、アサシン、マックスマン。CYAC 装備に、ちょっと、キルストリークをトッピング。そんな感じの装備となっております。ちょっと、ん?ん?さっきやる前にね、なんかロビーで相手チームの方が、相手さんパーティーなんですよね。リーコンで行こうかなとかちょっと怪しいこと言ったんで。まあ、リーコンがいたら、装備を変えるという形で。やっていきたいと思います。う、ん?ん?怖い怖い怖い。今ね、今のオパッシーにクイックなんか求めても当たりませんよっていう。言いましたね。下がっちゃいましたね。おい、もらったわ。お前な。ラインを上げます。どこにいるのかな?敵はあと2枚。シュートはしないですね。怖いな。久しぶりのモダンやってるんで。エイムがね、終わってるんで。ちょっとここで休憩。次はどっちから来る?ヘビー設置パターン目当てですかね。ん?ヘビー向かいましょうか。これ D 臭いですね。OK! ラッキーですね。知ってますか?あのオパチさん?あのオパチさんです。懐かしいですね、なんか。やっててね、あのオパシーとか言われるの。モダン3だったその人が少ないんでね。なんか、あ、こいつ見たことあるとか言って、あ、動画見てますとかも結構あったんですけど。まあ、これモダン3なんで多分そうなんでしょうけど。ゴーストだとあんまないですからね。ゴーストだと3、4回ぐらい言われたかな。動画見てますみたいな、ありがたい話です。ぜひね、なんか、気づいたら、言っていただけると嬉しいです。一人だけ、なんか、逃げましたね。出てこいよ。あれ今いま、今いませんでした？俺のこと気になくていいって。気になくていいって。オッケー。え、はい。いや、透明かい。透明かい。それはなえる。あれ、透明じゃなかったのかな？勘違い。勘違いかな。勘違いっぽいですね。赤点ついたのにいないと、振り向いていなかったので、透明かと思ったので、階段の下に、という。ん?ウケる。オパシさん。これ透明なんじゃないですか?あの、YouTube の人か。YouTube の人です。時々ニコニコ動画にも投稿してるんで、YouTube8 割、ニコニコ2割ぐらいの人です。いやね、まあ、プレデターまで行ったんで、まあ、次はプレデターとケアパケを出して。おっと、これは一番恥ずかしい、俺の動画を流してるパターンの人。これは、いっちゃん恥ずかしいやつですね。ロビーで俺の動画を再生されるというパターン。なんでその動画を選んだ、はい、まあ、それ俺が一番やっちゃいけない、さらし動画のやつじゃないか。なんか変なポケモンの音聞こえたね。変なポケモンの音、俺のオープニングだわ。オパシさんの実況の動画見てたんですけど、その実況の始まる前の
そう、オープニング。そう、オープニングはポケモンなんです。この音楽だったんで。すぐ受けるんだけど。ありがとう。何で聞いたと思うんですか。ちょっと恥ずかしいんで、ミュートしようかな。そうなって。これは恥ずかしいな。あ、もうバレたな。どこですかね。邪魔心霊です。透明ですかね。あ、透明ですね。完全に透明入ってますね。これどうしようか。透明人間が相手にいるパターン。どうしましょう。しかも相手さんはパーティー。しかもなんと、俺の動画を見てくれているというね。いい人である。俺にとってはいい人であるけど、ランクマッチにとってはいい人ではない。ダメなパターンのやつ。結果ね、この動画を俺がアップすることによって、晒し動画になってしまう。ん？どうしたみんな。どうした？どうしたプレデター使っちゃおう。死ね風のごとく、バイバイ。ケーパケトン。UAV ゴール。赤点のついてる位置がやべえぞ。いない透明やん。透明やん。ダメだって。透明あかんて。テスト移動。オッパ。こっちチームが一人抜けた。めっちゃでかい音鳴らしてる。お、頑張れ。ほんまに。頑張ったところでっていう話なんですけどね。あ、果たして、透明が、インタロビー、ここ、いつまでやろうかな？いつ抜けるかが迷いますよね。さあ、彼はどうする？どんどん退出していく仲間たち。大阪魔人。すげえ名前だな。頑張れ。あ、これは真後ろに4番目のサプレッサーの透明がいるぞ。こう、めんどくさいからなんか知らないですけど、振り返るキスはないですね。あ、真後ろにいますね。あ、真後ろに赤点。一応撃つっていうね。どうなんですかね。当たり判定はあったんですかね。三人称視点で見ちゃってたからな。頑張れ。お、味方に透明います、味方。上から2番目透明です。上から2番目透明です。そうなの？え？あ、上から2番目が透明なの？え？透明が2人いんの？だよね。サーバー落ちますよ、サーバー落ちますよ、多分。透明だけど、大阪県人だけどね。そうなんですよね。透明が2人いるとね、サーバー落ちるんですよ。はい。昔透明やってる方に聞いたことがあります。透明人間ってなんかデメリットあんの？みたいなこと聞いたら、透明が戦ったらどっちが勝つの？みたいなこと聞いたら、サーバーが落ちるっていう凄まじい回答が返ってきましたね。オッケー。おう。いい感じに意外と当たってますね、俺のスマホが。うぽーん！うぽーんとか言ってすげえ声出しちゃった。もう、しょうもねえな、お前。帰れ、ボケ。ああ。いやー、なんだこいつ。なんて読むんだ、これ。クリス12345、チョグ。うん、20周目。うん。もう落ちようかな。もう終わりでいいんじゃないでしょうか。ね。このロビーに行けも、多分面白いことはもうないでしょう。まあね、透明人間がいるロビーは、クソゲーなんで、ぜひね、透明がいると分かったら、そのロビーは抜けて、透明人間側がね、遊べないようにして、キックつけるより良くないですか？透明人間にね、不快な思いをさせてあげてください。以上です。スナイパーにキックっていらなくない？以上です。さあ、待ってできようかな。スナイパーにキックはいらない。せっかくね、透明人間なんだから、モダンなんかやってないで、戦闘にでも行ってください。以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。